野村古道。気団クラブ千五番。食場。プロローグ。皆さんのお話には。比喩と風刺がふんふんとして匂うくせに。どなたも口を揃えて。私のお話には比喩も風刺もないとおっしゃる。それは。 一応賢いお言葉のようではありますが甚だ卑怯なように思われてなりませんそこへ行くと私のこれから申し上げようと思う話は比喩と風刺と当て込みと教訓で練り固めたようなもので誠に早恐縮千盤ですがよくかみしめて原外の意を味わっていただきたいと存じます話しての戸田樹一は こういった調子で始めました。若かりし頃はベルレーヌ風の詩を作って一部の間からやんやと言われましたが。喝采をよしてくれ。私の思想は皆翻訳もに過ぎないのだから。などと肉肉しい毒を言って師団から遠ざかり、その後実業界に泳ぎ出して亡き。父の遺産と名声を資本に。 かなりのところまで成功をしましたがあの忌まわしい大戦争が始まると何を感じたか実業界とも縁を立ち近頃では何とか映画会社の重役に収まりプロデューサーとして再出発するのだと少なくとも本人は意気込んでいるというそれがこの話で戸田十一の正体であります小柄で少しそやで そのくせ損害に神経質な身ごしらえをした四十を越した男弁絶はなかなか達者で口紅に普段の微笑をたたえながら会心の皮肉やしゃれが出ると小さい目をパチパチさせながら少し仰向いて辺りを平弦する男このカリカチュアで戸田十一の風貌を想像してください私の申し上げようというお話は まことに心なき技ながら世にも贅沢な美食家のすさまじくも不思議な生涯なのであります経済の貧しい今の日本で美食や贅沢食いの話などは甚だけしからんとおっしゃる方があるかもしれませんが待ってください私は決して美食や贅沢食いを賛美し謳歌し崇拝するわけではないのです 反対に私は、そして、話して戸田十一は小さい体の胸を反らせて31人の壱壇クラブの会員たちの煙に巻かれた表情を見渡しながら小さい目をパチパチさせてから話し続けるのでした。 伯爵そのころはまだこんな鬱陶しい肩書が存在してそれがまだ人間そのものの値打ちでもあるかのように法外に尊重されておりましたがその伯爵海蔵寺三郎は28歳で執着し背負いきれないほどのおびたらしい財産と物々しくも血生臭い祖先の手柄によって勝ち得た加盟等を受けて 当座はこの上もなく神妙にそして健康に暮らしておりましたその頃の青年家族などは適当にケチでお品がよくて個性がなくて積極的な行動を慎んで自分の意見をさえ言わなければそれでまず同族間の評判は申し分なかったのですその上海蔵寺三郎は。 外国を23度回って一流ホテルの絶対に周期のない磨き抜いたような便所にも入り給仕にチップをやるコツも心得テーブルスピーチなども極めて要領よく当たらず触らずにこなす呼吸を飲み込んでおりましたしたがって同族間にも「娘をやりたい」とか「ぜひ妹を」という口も少なくなかったのですが どうしたことか改造時三郎はそんな世間並みの縁談には耳も貸さずただもう金直無事な日を送って家族社会の枠党ども当時青竹の手すりと言われた人種を口をしがらせておりました。と申すと典型的な青年伯爵の生活が一体何が面白いかとおっしゃる方があるかもしれません。が実は 蔵寺三郎には人に秘めたるひそやかな楽しみがあったのですそれは世間並みの若さまのお道楽でゴルフやダンスや映画や素人写真ではなくなんと海蔵寺三郎伯爵は自分で料理して自分でご馳走を食うという世にも徹底した美食主義者でそれが何より楽しみでそして がで宗教ででうきかいののただったのです。す。君子は法中に近づかず、という言葉があります私などもその喜恵者でお勝手へ侵入して女房に煮付けの味付けの小言を言うなどは仕君しのはずべきことだと信じておりますが改造寺三郎は伯爵の栄意にありながら 浅まししくもお勝手に出張して刺身包丁の手さばきを誇ったりビフ的の火加減の通りを行ったりするのが何よりの楽しみでそれを賞味するのを人生最大の閲楽と心得ていたのですこの道楽あるがゆえに海造寺三郎は時々はお客をしました料理屋に人を招くなどはもってのほかで 改造三郎伯爵のやり方は34人の料理に興味を有する友人を招待しご自分の手であるいはご自分監督のもとにお抱えのコックの腕を振るったごちそを一つ一つ講釈付きでごちそをするのでした中には失礼なものがあって「ああ改造寺伯爵のごちそもいいがあの講釈がなければなおありがたいが」 などと申すものものありますがめくらめっぽうにパクついたのではタスカローラの深海魚のスチューも裏のドブ川の土壌の柳川鍋もあまり変わりがなく食う方も食わせる方も誠に張り合いのないことであります2その運命的な晩、 寺三郎は5人の親しい友人を呼んで自慢の共演を開いておりましたまだ世界は荘園臭い風の吹く前の晩秋のある静かな夜のことです海蔵寺三郎はその時38歳でした伯爵らしさも板について象牙色の東洋の貴族らしい顔にはほのかに微笑を絶やさないと言った まことに申し分のない主人ぶりです。山の手の継承の地を占めた伯爵亭は見るからに爽やかな佇まいでしたわざと豪華な日本風の玄関は寺院などに見るようなヒノキの丸柱を四方にがっちりと立てて古風な式台マイラドお客が入ってベルを押すと美しい小間遣いが2人紫矢がすりに 縦の字のいでたちで大きい島田を重々しく敷居にぬかづくのです青畳の廊下を踏んで右へ曲がると大書院昔風に武者隠しまでついて床には単雄の三伏椎が小丹波のすごい花瓶に生けた秋草のにおいの影からお客様を吟味しております左へ曲がるとさっぱりとした西洋馬 そこに案内されて、しばらくお茶とタバコと雑談に興じた5人の客はやがて屏風開きになった境の扉を開けて隣の食堂に案内されました広さは24畳ほどモザイックの床豪勢なシャンデリア壁はモーリス風の金華ら草に菓子板の腰張り古食めでたくルノワールの水の垂れそうな果物の絵が食卓の上の 世界の沈下を集めたデザートの果物皿と対象した見事さというものはありません当屋の料理は豪華で珍奇であらゆる知力とそして努力とを傾注したものでしたメニューをいちいち申し上げるなどは私の行数が許さないばかりでなくおそらく皆さんのご迷惑でしかないでしょうが仮にその一例を挙げると 松江のホッキョクグマの棚心の焼肉パリのカタツムリといった類いで最後に配った果物の皿にはなんと西洋から飛行機で取り寄せたというメーカマンゴスチンさえうずたかく持ってあったのですデザートコースに入ると高期の高いコーヒーをすすりながらさて諸君 痕跡はわざわざお招き申し上げたが何のおもてなしもなくと世間並みの挨拶でも申し上げるところですが実は海蔵寺三郎を一生をかけての食道楽の総じまいに人力の及ぶ限り世界の美味を集めて日頃親しくご交際を賜っている5人の方を限ってお招きした次第であります。 1> 約1年の準備を要した苦心の共演もこれで終わりました食べてしまえば世界の珍味も一向他愛もないもので一晩の増水にも及ばないかもしれませんそれはともかくとして今席は5人の方々から料理に対するご感想を伺い私の料理哲学の研究に資したいと思うのであります おおしののはらごな伯爵改造寺三郎は言い終わって席に着くと代わってその隣席の江森銀次は立ち上がりました356の毛の長い青年でそのころでも本当に珍しい羽織ばかま姿 青白い顔強度の金眼鏡全てのものから来る印象は甚だ回帰でそして非事務的な美青年でしたそれもそのはずで江守銀次といえばそのころ少しは知られた詩人で甚だしく甘い印象派の詩を発表して一部の女学生などに騒がれております料理とか美味の哲学とか それは私には、極めて縁の遠い題目ですが、白尺のせっかくのご指名ですから、食べ物の魅力について、私の感じだけを申し上げます。何を隠しましょう。私は非常に鋭敏な感受性と、恐ろしく鈍感な舌を持った人間で、ご主人苦心のご馳走も、ミルクホールで食べるトーストや、一品料理屋のとんかつと、 ああままりり大した違いいを感じないのであります。全て食べ物に関する私の興味は連想の美しさに引き立てられる時だけ極めて活発に私の注意を呼び覚ますのでその点誠にご主人伯爵にはお気の毒な次第であります例えば江守銀次はこんな調子で続けました「明治の末年に私は」 初めて東京へ出てきた頃本郷のとある西洋料理屋で生まれて初めてライスカレーというものを食べたのでありますあの黄色いとろりとした汁の白い米の飯と交わり合う具合脂の多い牛肉と新しいバレー書の舌触りなど私はこの世になんとうまいものが存在することだろうと涙ぐましいほどの感激で それを2皿も食べたのであります。エモリー銀次はその当時のことを回想するらしく強い金子の目をトロトロと細くしましたそれから私は菊坂町の下宿屋から毎日毎日その西洋料理屋に通って毎日毎日ライスカレーを食べました雨が降っても風が吹いても雪が降っても私は その西洋料理屋に通って一皿のライスカレーを食べない日はなかったのであります。なんというバカバカしいことを話す男でしょう。主人と四人の客は呆れ返って顔を見合わせるばかりです。私の皮膚は黄色になって私の財布はしばしば空っぽになりました。が私は辞書を売ったり羽織を七に置いたり友達から借金をしたり。 あらゆる苦労を重ねながらもバカな深草の少々がももよが通いをする熱心さで猿大学の門下を卒業するまで実に三年の間本郷の通りの猿小さい西洋料理屋のライスカレーを食べ続けたのでありますその間に私の友人たちは私のうぐと偏見をあわれんで名ある大西洋料理屋の有名なライスカレーを食わせてくれました 新宿の中村屋のインド風のヒークシャモのカレーライスなどはその代表的なものでありましたが悲しいことには私にとって本郷通りの小さな西洋料理屋の水っぽいライスカレーの方がはるかにはるかに心惹かれたのでありますところで今でもそのライスカレーを食べているかとおっしゃるのですかいやとんでもないその小料理屋 亭主と女将さんと汚い娘と三人でやっていた西洋料理屋は大正の初め頃には廃業してしまい私のライスカレーに対する情熱もそれっきり冷めてしまったのであります江守銀次はそう言ってライスカレーの死でも作りそうに斜めに天を仰いで賃金しました3 私は草深い田舎で育って二十歳近くになったから初めて伝統や電話のある大都会に出てまいりましたそのためか私の舌は都会の食べ物に対して全て好奇心と情熱とに燃えました私は二十歳近くになったから初めてバナナというものを食べ世の中にかくも耳な果物があったのかとつくづく 造花の神を賛美する心持ちになったことがあります。物の味と連想も、先ほど申し上げた通り、私の興味を大きく支配して、キャラメルをしゃぶると、日本ガルプスの遭難を思い出し、塩味のうどんかけを食べると、山と巡りの貧乏旅行を思い出します。エモリ・ギンジの奇抜なバカバカしい話は、五人の聞き手の興味に頓着なく、なおも、 傍無人に続きます。世の中には聴覚型の人と視覚型の人とありあるいは目の記憶や判断に優れあるいは耳のそれに変すると言われますが私をして言わしむれば嗅覚型の人も触覚型の人も味覚型の人もあるわけで各く申す私などはまさに味覚型の特質を持った人間と申してよろしいのであります。 現に私はあの臭い納豆を5年間生家の12ヶ月休むだけで絶対に食べ通したことがありますそれは美しい呼び売りの声に釣られて下宿の窓に呼び寄せて納豆を買ったかれんな少女が図らずも関心な高校娘であったことを明くる日の新聞記事で知ってからのことでした少女はその頃ろ12歳でした 私は大学を出たばかりの文学青年で社事と翻訳の下請けをいで細々と暮らしていた時ですが窓の外に立った美声の少女の雨に濡れた青白い顔が何十年後の今でも忘れることができません私は3銭の納豆を一つ買って少女が分けてくれたからしをペン皿に入れてもらって食べました 納豆売りの少女の大きいが臆病らしい目や赤いが罠なく唇や木綿の汚れた合わせや人参のように赤くなった素足やは私の記憶に鮮明に焼き付けられました私はあくる日もそのあくる日も同じ少女の通るのを待って窓から三銭の納豆を買って食べたのです一か月二か月と経つうちに 時効が温かになって、納豆売りの少女は来なくなりました。私はやるせない気持ちで待ちましたが、いつまでたってもあの高校娘の可憐な納豆売りは来なかったのです。それから、暑い夏が過ぎて秋が深くなると、まちまちにはまた納豆売りの姿が現れ始め、窓の外にも時々納豆屋が来ました。が。 あの美しい声の高校娘はもう二度と姿を現さなかったのです私はその少女の家を探すことに幾にしか没頭しました古い新聞を取り出したりようやく1年前の高校娘の納豆売りの記事を見つけて根津八重垣町のその娘の家へそっと訪ねていきましたがそれはもう半年前に取り払われて工場になっておりました 近所の女将さんに聞くと高校娘の納豆売りは母親が死んだので金持ちの叔父に引き取られ人力車に乗ってどこかへ連れて行かれたということでしたそれから4年の間私は毎朝納豆を買って食べたのです花房一丁の島で作った草屋の乾物を探した新企画のような熱心さでがしかしそれっきり私は 高校娘のあの可愛らしくいじらしい納豆売りに巡り合う機会を持たなかったのです私はどうしてあの娘が姿を見せているうちにそのところ番地を聞いて訪ねていき微力ながら引き取られるものなら引き取って芸術的な教育でもしてやらなかったことが私の悔いは果てしもありません江守銀次は食べ物の話から脱線して 妙な団にないにってしまいましままた5人の聞き手は今さちゃかすわけにもいかず神妙にそして少し冷笑気味に聞いておりますでも私は一つだけいいことをしたと思っていることがありますそれはある朝3銭の納豆代にたった2銭しかなかったためにそのころの私はそれほど貧乏だったのです 財布から机の引き出しまで探し抜いたあげく守り袋の中に亡くなった母親が形見のつもりでいるようにと言ってくれた二分金のあることを思い出しそれを一銭どうかの代わりに娘の納豆かごに入れてやったことがあります二分金を売れば当町でも親子1か月の生活費くらいにはなったはずですからそれがせめても貧乏な文学青年の 13歳の納豆売りに寄せたささやかな行為でしたいや調子に乗って飛んだことを申し上げて赤面に耐えません。詩人江森銀次はそう言ってようやく席に着いたのです4続いて立ったのは実業家の林圭五郎でした 四十前後の鋼鉄で嫌げたような精悍な感じのする男で無禅の唇を拭きながら張り切った調子で始めます私は食べ物に関しては栄養本位に考える方で栄養があればすなわち美味と感じて少しの不都合も矛盾も感じない人間であります納豆も栄養があるから好き も栄養があるから結構醍醐味でも甘露でも口触りの美しさだけで栄養がなければ私にとっては何の値打ちもありません幸い人間の舌は非常によくできた気候で多くの場合栄養があればすなわちうまく感じさせるのです放牧の馬や牛や羊は教えなくとも草をよって食べます 人間の目や肌は残念ながら栄養を識別するほど鋭敏な器官ではありませんが在いに舌という検察官があって甲虫に入る者の美味と不味とを区別し人間の美味と感じる者は大抵の場合人間の体に必要な栄養を持っているようにできているのであります私の栄養第一主義がすなわち 味第一主義に通じしたがってご主人伯爵の食道楽と一脈相通ずるわけであります林慶五郎は物慣れた実業家らしくこう要領よく結びました続いて立ったのはいや改造時伯爵から促されてやむを得ず立ったのはそのころ一線を風靡したソプラノ歌手でフランスから帰ったばかりの 若々しい松尾陽子城でした松尾陽子皆様のうちにはまだこの名を記憶している方も少なくないことでしょう日本の女流歌手といえばオペラの歌い手かドイツリードの歌い手に限られた頃フランス風の柔らかいメロディーを歌って一部の工学者に限りない警護を寄せられた松尾陽子は 全く当時の日本においてはユニークな存在でそのリサイタルは極めて少数の聴衆しか集めなかったにしても情熱と賛美とそしてほのかな愛情とに恵まれておりました松尾陽子はそのころ23女の美しい峠でしたすらりと伸びきった精やイギリスのビロードのような深い味のある黒髪や 少し青白い細表や聡明らしい大きな目や情熱的な美しいカーブを持った唇やすべてがこの世のものとは思えぬ清純な感じでそのころの青年たちの間には「松尾陽子には内臓はない」「あれはろう人形に息を吹き込んだのだ」とさえ言われたほどです内臓を意識することのできないような清らかな乙女 それをそしてみてみください。その乙女がドビュッシーやフォーレやデュパルクやフランクの世にも美しい歌を歌うのですそれはどちらかといえば小さい声量でしたが行き届いた愛情と聡明な理解でマンドリンや月光や夢の跡や悲しき歌やらこの上もなく優しく美しく。 ほんのりとした皮肉とフランスらしい粋な陰影で会場の空気を桃色にする術を松尾陽子城は体得しているのでしたその松尾陽子城が立ったのですもとより食べ物に関する難しい話などのあるはずもありません私は何にも存じませんがおいしさと申すのはやはり環境や空気や いやも感情に入れた趣味の尊計の上に生まれた食べ物のよさだと存じますフランスの一流のディナーや日本のお茶の懐石などはそのよい例ではないでしょうかよい趣味とよい器物とでいただかなければどんなに材料が上等でも本当のおいしさはないことと存じます松尾陽子はこれだけ言うのが精いっぱいでした 続いてこの私戸田十一が立ちましたが私の意見などはここで申し上げるほどの大したものではありません5最後に主人公の伯爵海蔵寺三郎が立ちました青白い顔も少しシャンペンに色づいて高雅な優栄たる態度も いくらか活気を帯びております。私の食堂楽生活も実に20年の歴史を経ました学生時代に日本橋に魚河岸のあった頃あの屋台店の寿司の立ち食いに始まって東京のうまいものを片っ端から荒らし回ったのです時は明治の末江戸の名残は町裏。 路地の奥に残って、とんだうまいものが私ども若い者の舌を喜ばせてくれたのですその頃、天ぷらは箸膳天勤うなぎは神田川竹葉大黒屋そばは団子坂の藪に麻布の更科に池の端の蓮玉庵といった頃で親がかりで小遣いに不自由のない私は 毎日毎日うまいもの屋をあさり大学へ行く頃はもううまいもの横丁の中華とか山野の八尾膳とか新橋の花月とか百尺一直古月亀聖流皇亭といった一流二流の割烹屋に押し上がりやがて麻布の興津湾向島の雲月などという ひねったところまで探検して歩いたものです海蔵寺白尺の話はそのころからまた20年も前にさかのぼりましたそれから私は亡き父の後を相続して外国に遊び遊学という名義で実はうまいものだけをあさって歩いていたのです他の人たちのように真面目に学校へ行かないばかりでなく オペラやコンサートに一流人の音楽を聴くでもなくサロンやミュージアムに個人の名画を見るでもなくフランスを中心に南はイタリーギリシャエジプトから西はスペインポルトガル東はドイツから中央諸国北はスカンディナビアからその頃のロシアイギリスまで足に任せ金に明かして杭に食って歩いたのです。 その前後何年かにわたる食べ物武者修行の後私は30を越してから日本へ帰ってきました改造時伯爵は話の一段落になったところでアイスウォーターに喉を潤して続けました「日本へ帰ってきてさて私は日本の食べ物のまずいのに驚き呆れたのです」 かつて私を喜ばせた江戸の名残の美味ももはや私を喜ばしてはくれませんでしたそれは目に訴えるごちそうで古風で麦香で妙に気取った誠に他愛もないものに過ぎなかったのです私は四人のコックを雇い日本一の料理場を作って四方に美味を求めました私の力と財を傾け尽くして この7年間私は微味の探求に生活を打ち込んでしまったのですそしてその結果到達したところは皆様に私はそれを報告したいのです甚ははだ決まりの悪いことですが懺悔のためにお聞きください私はかつて政治家として一方の遺材と言われた 木下健次郎氏の書いた「美味急進」という食味道の著書の悪敷編にあるような世にも浅ましい悪敷に走った私の趣味を全くどうすることもできなかったのです伯爵海蔵寺三郎の顔は歪みましたそして悩ましい苦笑を押し拭いながらなおもこの話を続けるのです 私はかつて旗本の悪道ども水野十郎左衛門加賀爪甲が試みた闇汁のように不気味な昆虫や蛇やあらゆる悪事敷に箸をつけました獅子の胎児も海氷の硬眼もものの数ではありませんご安心ください皆さんは変な顔をしておいでですが 今晩召し上がった料理は極めて正当的なもので決してそんな悪事趣味のものではありませんしばらく不気味な沈黙は続きましたそう言われて一応安心はしたものの宣告舌尊を打った料理が毛虫や蛇の卵でないとタレが本当に保証するものでしょう私の食生活はここまで行き着いてしまいました 私は二十年間の美味追求の結果、不層の資産を失って、今日という今日、破産の宣告を受けてしまったのです。ご覧ください。これが私の道楽で集めた食器や飲み物ですが。伯爵は立って、食堂の一隅の幕を引くと、その奥は。 マホガニー細工の彫刻付きの素晴らしいオート棚で、高ガラスのうちには豪華を極めた西洋食器のセットとおびただしい銀器が並び、その下には幾十百本とも知れぬ最上級の洋酒がずらりと並べてありますが、そのいずれも執った釣りの封印がベタベタと貼られてあるではありませんか。私はももうこのの世で何の望みななくなりました。が 最後にたった一つほんの一つだけ味わい残したものがありますそれを味わわないうちはおそらく私は死んでも死にきれないことでしょう海蔵寺三郎伯爵はがらりと調子が変わりました今までの穏やかな貴族的なたしなみを失って恐ろしい情熱に燃えた目で 一座をじっと見渡しているのです。はその晩寂しい凄まじい心持ちで改造寺伯爵の宴は果てました5人の客はそれぞれ家路に向かった中で松尾陽子だけはたった一人その読書会の講演のことで伯爵邸に残らなければならなかったのです 別室と言っても伯爵の資質に導かれた陽子はたった一つの入り口の厳重な菓子の扉にピンと鍵をかけられてどんなに驚いたことでしょう伯爵は戸棚からベルモットの瓶を出して陽子にも勧めながら長い子に押し並んでかけました陽子さん私は破産してしまいましたが まだあなたの読書会に経済的な援助をするくらいの力はありますそれはともかくとして今晩はぜひあなたのお返事を聞かせていただきたいのですが陽子は震え上がりました伯爵はこの1年間執ように陽子を追い回して求婚しているのでした陽子さんあなたは何と言おうとこの海蔵寺三郎の恋人に違いありません それは宿命的な約束で人間の力ではどうすることもできないのですい,いえ違います私はお約束した覚えはありませんお話は次に伺うとして今晩はこれで失礼させていただきます陽子は飛び抜きました海蔵寺三郎の目の中に恐ろしい気狂いじみた光を見たのですいや あなたは私の恋人にそう言わない私は私はあれ全国最後の望みが一つあると言ったそれはあなたの私の恋人の心臓が食べたいのですあ<っ>それは実に驚くべき一瞬でした 凶器した改造寺伯爵の手には短い探検が握られて洋子の上へ一陣の黒い風のようにさっと襲いかかったのです洋子の胸は傷つきました血はイブニングドレスの襟を浸して洋子の体は長椅子の上へドッと仰向いたのですそれを追って伯爵の探検がキングルいじみた目がほんのしばらく恐怖に震える洋子の美しさを狂楽しなかったら 洋子は間違いもなくその心臓を刺されたことでしょうニタニタと笑った伯爵の顔は洋子の青白い顔の上にのしかかって探検はその心臓の上にぎせられましたこの時窓のガラスを外からたたき割ってかけ金を外すと風のごとく飛び込んだものがあります詩人江守銀次ですなんということをするのだ 伯爵を突きのめすとその探検を奪い取りました幸い美食に太った伯爵は床の上に崩れてしばらくは起き上がる力もありませんその間に江守銀次は傷ついた陽子を助け起こしました胸いっぱいに赤いボタンを叩きつけたように獅子用は卵色のイブニングドレスを染めましたが陽子は思いのほか元気で「江守さん ありがとう。おかげでとその手に取りすがるのです危なかったなマツオさん私は本能的に危険を感じて窓の外から見張っていたのですありがとう江守さん傷は大したことはないようですけれど早く手当てをしなきゃ大丈夫ですあまりの激動に医者を呼ぶ知恵も浮かばず江守銀次は 胸からブローチを引きちぎるように外し、真新しいそばのテーブル掛けを取って巻きかけました。エモリさん、そのブローチの裏を見てください。私は今でもそれを持っていたのです。陽子の手はテーブルの上に置いた血染めのブローチを指します。エモリーは何気なくそのブローチを取ってみると、母親らしい年取った婦人の豆写真をはめ込んだ金のク系の台座は。 なんと古風な二部金をそのまま使ってあるではありませんかやっぱりあなただったのか私も春の読書会で初めてあなたを見た時からそんな気がしてならなかったのです今晩あんなことを言ったのもそのためでしたよ私はやっぱり高校娘を見つけたのだちょうど10年目で嬉しい江守さんありがたい二人は場所柄も忘れ 乙女の胸を浸した父親も忘れてひしと手を取っておりました<笑><笑>それを刺して止めどもなく笑っているのは伯爵海蔵寺三郎の全く本心を失ったうつろな顔ですフィナーレ。伯爵海蔵寺三郎は そのままま精神病院に収容されました。不貧困から来る麻痺性地方だろうということです近頃は病院の抗菌室の中で私の最後の最後の望みは自分の脳みそを食うことだそれは食通の至りつくゴールだと言いながら柔らかい壁に自分の頭を叩きつけているということです食魔の最後は、 ままじくすさまじくいものでした。そして詩人江守銀次の霊婦人は今は歌わぬ昔の名ソプラの松尾陽子であったことは皆様もよくご存知のはずです。話して戸田淳一は気取った様子で段を下りました。